伊比川町は、岐阜県伊比郡に属する町。滋賀県と福井県に隣接する。岐阜県の西北部に位置し、町の中心を伊比川が流れている。両白山地南西部の小しび山地の濃厚白山、山州が、竹、花房山、小津ゴン,ン山や、伊吹山地の伊吹山、金草岳、海岸山、池田山などの山がある。旧坂内村と旧徳山村は、 特別豪雪地帯に、それ以外の地域は豪雪地帯に指定されており、平野部に位置する役場周辺でも年に数回30センチメートルほど積雪する。夏は非常に蒸し暑く、摂氏35度以上の猛暑日が連日のように続く日もあり、年によっては摂氏38度以上になる日もある。多治見市や美濃市などと並んで県家一の国所地域である。池田や 酒造岐阜県立伊比高等学校養老鉄道、養老線伊比駅高速道路伊比川町内には高速道路はない。最寄りのインターは東海環状自動車道の大野神戸インター、または大垣西インターである。また旧坂内村、旧富士橋村は北陸自動車道の木の本インターも比較的近い。一般国道一般有料道路県道道の駅。 伊ビガワ町立伊ビガ図書館横倉寺の紅葉漫画伊ビガワ町公式マスコットキャラクターとしてのカッパの川太郎が制定されている。また、町内谷組にある谷組山家厳寺の門前町並みづくり協議会によってマスコットキャラクター祈りちゃんが制定されている。マスコットキャラクターとしては初めて最国33章の漫画を達成したている。 この功績は33所札書会に認められ、西国33所 PR 大使、補西国巡礼大使に任命、また特命選抜にも任命されている。ありがとうございます。